シンバルでこっちのシンバルでさ、まあ、一応レガート、はい、じゃあ、はい、その間倍でジジジって音を出せるか、いやじゃん。やってみます。あの理屈は分かりました。理屈は分かりました。あのほとんどハットはいらない。時々なればいい。だからあのハットをあの鬼レバに毎回入れる感覚は一回してた方がいい。ハッチポンプはあのピントっぽくてもいいけどね、あの左手。左手でさ、どういう動きにしてドラマで様々なんだけど、そうするとその持続効果ね、あの非常にドラマだからしないんだ。あんまりそうそうそう。だから別に誰でも分かってることをあの改めてなぞるみたいなドラミングばっかりしてるでしょ。4人いてドラマーしかできないことをやってほしい。最初は変になっても構わないから、はい、ワン、ツー、ジャン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 開いて、すみません、ずっとずっとThank you.
やるぜんじゃなくて、あのちょっとあの触れるというか感じです。ただ俺は教えるつもりはない。何か参考にしてくれればいい。はい。あのでね、今はなんかダンスっていうかリズムを 全身でこう柔らかく感じようとしてるから、あの今までずっと動いてたら右足が動かないよね。あ、はい。うん、俺 あの大事印象としてはインテンポの時にさ、あそこまで激しく右足が動かさない方がいいと思う。リラックスしたのは動きじゃなくて波動だから、うん、特定のこう前前時間みたいな部分をあまり作らないで、ゆったり考えて、どこでこう波動でこう揺れるみたいな感じを大事にして。